に言いたい、すごいことしてるんです。まあでも、しょるとこじゃない。そのアルガルベらへんから行け。うん、そうね。アルガルベ、忘れちゃった。いや、だからアルガルベ帰ってきたもう直後になっちゃったよ。震災ね。震災が。うん、それはめっちゃ覚えてる。アルガルベから帰ってきて、アスナと酒井ゆきちゃんは東京に残ったんだよね。電車の中で。電車の中だった。うん。やば。揺れて、電車止まって、何これみたいな、うん。めちゃめちゃ揺れてる。こんな揺れる電車でみたいな。しかもスーツだったんだよね。で、キャリーも持ってたからね。歩いていくの大変だったんだよね。そう。もう10キロぐらい先のホテルまで。うんうんうん、ホテルもこうすぐ埋まっちゃって。へぇ。もうだって車も動かへんから。そうだよね。うん、もうみんな歩いてて、その道路の脇をすごい衝撃。わーって。ナオ、うん、さんどこいたんすか？私は東京の空港から神戸空港に飛んでる時に多分地震が起こってたんだよね。飛行機ってことか。飛行機。そう。で、飛行機の中だったの。じゃあ、あの揺れ経験してないんだ。してない。だから飛行機の上にいたから、で揺れてもいないし、で空港に着いた時にテレビで地震がありましたみたいなのは流れてたんだけど、地震多いじゃん日本って、うん、そうですね、でなんかどれぐらいみたいのも別にそんな、もうほんと帰る時のでパッていうぐらいだったから、うん、で当時別にさ携帯電話私ノキアだったから、ノキアどうす知らない知らないっていうこういうやつ。わかりますわかります。だけど名古屋はこんぐらいちっちゃいノキアっていう。え、わかった、めっちゃボタンちっちゃいやつ、うん、あ、そう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 、めっちゃわかる、めっちゃちっちゃいボタンのあんまみんな持ってないやつ、うん、そうそう、うん、あれでブログ更新してたからね。やべえ、もうめっちゃこんなじゃないですか。いやもうマジでそう、こんぐらいのサイズいるいる、ほんとにまれにいた、うん、それ持ってる、うん、でだからいつもブログのコメント見るのはアスナの au で見てたね。パカパカ、あの白のパカパカでね。そうでノキアだったから別にそんなネットニュースとかも見れないからさ、でテレビも別に帰ってからつけたわけでもないし、そうしたらもうほんとその夜とかかな、帰ってもう荷物置いて着替えてすぐ電に行ったんだよね。一人で行ったの？そしたらうん、タカと行った。その夜ぐらいにテレビつけてみたいになってた。多分実家のところそんなに、もともと地震とかあってもそんなに揺れない地域なんだよね、いつも。内陸っすもんね。そうっていうのもあってか、別になんだろう、家族からも連絡来てなかったと思うんだよね。でもテレビ見たらってなってびっくりした。うん、映画の話みたいな感じだよね。いやー、うん、そうだからもう映像を見て、翌日とかさ、そんぐらいからもうだんだんさ、映像がいろいろ出てくる、うん、てましたね。でもまあ、パイナック自体はまあ普通に練習とかもして、でもそれこそアスナの友達がさ、東北にいるからさ、水とかめっちゃ送ったよね。送ったもん。もうめちゃめちゃ重かった。うん、すごかったね。キロぐらいのな。宅配便のお兄さん、めちゃくちゃ大変そうだったよな。うちら、その時さ、5階階段のとかも出て。うん。そう。高見のお兄さん、収穫来てもらってんけど、めちゃめちゃ重いね、その大変そう。ほんまにな、20キロぐらい。多分2、30キロあったよね、あれね。あ、30キロや、30キロ。うん、そう。で、その重量オーバーの超過も払って持ってってもらったけど、にしたって重くてやばかったよね。あれ、階段は無理だわ。うん、お兄さん大丈夫？もうちょっと、って思いながら。そうそうそう。でもなんか、いっぱい詰めた方がいいよね、みたいになってね。そう、もういろんなもの入れるだけないけど。もうそう、なんかもう、すごかったよね。でもそれも届くのも多分結構かかったっけ。いやでもそこまでな、うん、めっちゃかかったわけじゃなかったね。なんかそんなこともありつつ、そうだからなんかめちゃくちゃ思いっきりその関西の人たちが地震の被害があったわけじゃないからさ、それでもやっぱりさ、マリーズの人たちの大変なこと聞いたりとかして、そういう選手がどこでサッカーするかみたいな話とかもなっててさ、大変だったけど、でもなんかね、ワールドカップには行くことができてというか、まあでもその時は